オープン。訴えてやる。さあ、急遽今日行くのはハウシュベツ橋梁、ハウシュベツ川橋梁、まあいろんな言い方がありますね。ハウシュベツって言っちゃえばもう分かりますね。まあ昭和の時代、初期の時代に使われてたコンクリートアーチ橋、湖に沈んだり、沈んで見えなくなったりする幻の橋と言われております。こちらの方、今はね、完璧に見える状態で、今まで何度か行ったことあるんですが、その時は片道4キロの林道を歩いて行ってました。ゲートがあって、ゲート封鎖されてるんですよ。で、上士幌の営林所で鍵を借りないと、そのゲートを開けれないんですよね。で、いつもは、もう弾丸なんで鍵借りるの面倒だから歩いて行ってたんです。だけど今日は、ちょっとね、京子さんがいらっしゃるんで、やっぱり女子、4キロの道のり、片道4キロの道のり歩くのちょっときついなということで鍵を借りました。と言いながらね、今年は8月に嫁とも行ってるんですけど、嫁と行った時は歩きました。いやー、十勝地域地方のトラクターがでかい。何このタイヤ、すごいね。さあ、三の沢橋梁だ。三の沢橋梁で実際に、コンクリートアーチ群、使われなくなって朽ち果ててるのがほとんどなんですけど、この橋は実際に歩いて渡れることができるんですよね。ヒグマに注意してください。あ、死んでる。林道であったら、京子さんだっておにぎりで退治するんですもんね。おにぎり投げます。はい、じゃあどうやって投げる。ぶつけたら怒るかな。怒るんじゃないかな。じゃあ、あげるように投げる。1955年って生まれてない。いや、そうだね、25、30、昭和30年、意外と新しいんじゃないの、これ渡っててもわからない。おお、歌ってていいよ。普通に綺麗な橋じゃん。すごい。これも渡ってる。そうそうそう。あ、触れるよこれ。あ、触る。そうそう。あ、すごい。あ、ちゃんとなんか書いてる。触らないでください。いや、重要文化財とかそういう類じゃないかな。え、でもボソボソしてるよ。あ、本当だ。触った。あ、普通になんかコンクリートみたい、アスファルト。なんだ。でもあそこ剥がれてる。本当ですね。落ちてきた。こっから見たらすごいね、やっぱり。すごい。かっこいいな。うんうんうん。暑いですね。暑い。カイト3枚に。おわ一回中止して夕方また晴ればいいんじゃない。三の沢橋を渡ってハウスシュベツ川橋梁向かってます。展望台は今日は寄りません。ストレートストレート。三の沢橋梁、橋を渡ったらすぐにハウシュベツ川橋梁に行くゲート前分岐点ですよ。
やってまいりました。オープン。あ、いいですか。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。一人で行ったんですか。すごい、ゃん、ありがとうございます。さあ、じゃあ優しい女性が鍵を閉めてくれるということなので行きましょう。まあ、ここから約4キロ。あー、でも楽だな、歩かなくていいって楽楽。熊来たってね、バイクだったら逃げれるもんね。かわせられれば超楽。おー、繋がる繋がる。やばいやばいやばい。路面が緩い。さあ、こっからちょっとねバレてるとこ多いんですよ。お、リス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 。リス。タウシュベツ川橋梁。まもなく車で行けるところはここまでで終わりです。あと 200-300m 歩いて行きます。あ、結構人来てるね。お疲れ様でした。最初の方結構ぬるっと、そう、一回横に落ちそうになった。あ、そうそう、ちょっと寄りすぎた時あったからね。これ線路の跡ね。あ、ここですか。うん、へえ。もう真正面に橋が見えてる。あー、いいじゃん。降りれるよ。歩けるんですか。うん、歩ける、え？あすごい、これは壊れるわ。あそこの崩落進んでる。止まった。あ、なんか踏んだ。それウンピーだね。結構やばいよこれ。さあ、今日4度目の転倒、どうぞ。残念。あー、すごい崩落。なんだろうね。
ほら、濃いやつ。いいんですか？ありがとうございます。車大丈夫ですか？あ、自分もう大丈夫です。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、行きも帰りも優しいドライバーの方にゲート閉めてもらいました。ありがとうございます。上士幌の臨所にゲートの鍵を返してドリームドルチェに行きます。ここ美味しいって食べてないでしょ。美味しい感じだけど。すごい。ドリームドルチェでアイス食べました。いやー、美味しいわ。レールなかった。